アメノモリとケンタがお送りするコンシャスラジオ始まるよ。いいよ。コンシャスラジオ。どうも。はい、こんばんは。ケンタです。多いお茶、濃い雨です。どうも、エグザイルの濃い人、広瀬です。おお。多分クワマンがやりよったと思ってやったーって俺だけやなかったーってね、はい、はい、てなことで、はい、今日は、コンシャスラジオ69回目、タオモダチコンシャス第3回ということで、1回目のカナディルヒール、はい、2回目オスベリのクワマンに引き続き、友達だから漢字は頼まないだって一番楽しんでほしいからのフォーユーの広瀬をお招きしております。はい、イエーイ、お願いします。すごいね。はい、そうですよ。どうでした？ね、ちなみにクワマンも今日は来とる ね、 そうね、第2回目で2回新さんを舐めたクワマンも来とるね。ねてなことで今日は4月の10日、ね、あ、まあ、9日、まあ、10日やね。これは4月15日に上がる分ですよ。はい、広瀬君どないした？何しに来たの今日は？今日はね、明日打ち合わせがありましてね。仕事のね。それでまあまあ東京に来たし。来たし。ね。念願の。いやいやいや、まあ言うたら俺のたっての願いでちょっと出てやっていうことでね。来てもらったわけですよ。はい。てなことで。全然。お友達コンシャスやったら健太が喋れへんねん。全然マジで。いやいや、もう楽やわ、思って。喋る人おるし。絶対喋れへん。ほんまに。いや、進行してよ、ちゃんと。前やからね、広瀬って誰みたいなとこから始めなかったわけやね。どうしよう、自己紹介がいい、タコ紹介タコ紹介でいいかも。タコ紹介仲良くなさそう2人の、何その探り合ってる感じ。タコでいこう、タコでいこう。いやいや、そう、いや予備校がね、一緒だよね。大阪の一区予備校、ECC 予備校、梅田校で一緒だったわけですよ。 K2 分ですね。 K2 分で、まあ大学の時もちょこちょこ遊んで、その後あんま遊ばんくなったけど、まあその後、だから俺が大阪で一人暮らしし始めて、そこでちょこちょこ、そうやな、で、まあたまり場になってたから、当然広瀬もよう遊びに来てくれてて、まあまあそうやな、あの辺からまた出てくるようになったね。そう、いやね、今は何をしてるんですか、広瀬君は？今は、大阪で結婚式の二次会のプロデュースよね。そうですよ、社長ですよ。そうですよ、言うても。どうですか？やる気がみじんもないやんか。眠たいけど。俺と広瀬でやろうかも、今日は。そうですよ、どうですか？誰でもできる。金森やないんやから、ほんま。進行力の弱さ。3人になるとつい休んでしまう。やっぱりどうしても。なるほどね。いや、だからそういう結婚式の二次会をお仕事にしてる会社の社長なわけですよね。そういうこと。具体的には何してんの、それ、つまりは。具体的には、まあ、普通二次会って友達に幹事を頼んで司会してもらったり、そうだね、俺なんかめちゃめちゃやってるよ。そうそう、受付したり、そうそう。だからこういうアメヤみたいな人が周りにおる人は頼めへんかもしらんねんけど、あ、広瀬みたいな会社のところにはね。そうそうそう、でも、まあ、こういう人が司会したりなんかやったり準備したりするのは大変やっていうのは分かってるから、ここをもうその役に就かさんと祝う側に回ってもらうためにこのサービスがあるっていう。そうやね、正直まあいいけど、やるけどさ、やるけど何やろ、もちろんお金ももらわれへんし、そう、あのめっちゃ祝いたいやつの結婚式を全力で祝いとか楽しめないっていうのはあるよね。もちろん幹事やってたらみんな分かってるやろうけど、だからそれを仕事にしたということですよね。でもいいよね、めっちゃ現場ハッピーな現場やん。毎回そうやね。なあ、ほんまにありがとうを言ってもらえて、まあ、お金をもらえるっていうかな。そうやろ、片やだってなんやろ、死体洗う人とかもおるわけだし。なんでなんでその対局がと比べてさ、じゃあのこんなあのしてる、だって仕事でなんなんかな、下水のね、こうパイプみたいなのがあるやんか。おお、だからもううんこまみれよ、汚い話やけど、が時に詰まるらしいねんか。それを酸素ボンベつけて、うんこまみれやで。で、こう、ぐわーって中身を洗って、そのまま海にぶわーって出る仕事があったし。で、終わりっていう、海に出てる。海に出たら終わりね。終わり。もうその人に比べたらええ仕事やな。それに比べたら俺だってええ仕事やわ。コンシャスラジー。
広瀬とさ、三坂っちもさ、言うたらもう30代今から後半とかなっていくわけやんか、うん、いつまでもどうもっつって司会やってられへんやんか。いろんなこと考えてるでしょ、それは当然だから。そう考えてるよね。考えてる、まさに超タイムリーやねんけど、あれやん、ちょっと今新しい事業をちょっと始めようと思って。結婚し、結婚関係じゃなく、いや派生して。おお、何するの、それ聞いてんの。いい、レンタルドレス屋さんをやろうと思って。おお、なるほどね。仕入れて、おう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 おおおおおお、だ多分これ日曜日アップ、月曜は、ね、来週月曜日ね。多分そこ、いや今ほんまにあの借り入れを今希望出してて、それの結果がほんま明日明後日ぐらいに来るっていう。それってじゃあちゃんと在庫とか持つってこと、ドレスいっぱい。ショップも作るし、うん、そう。だってレンタルドレスやって儲かるもんね、絶対あれね。だってさ、めっちゃ悪い顔めっちゃ社長エチゴやるからしてめっちゃ悪い顔したら今全然友達だから感じないそんな話しちゃうねん。なあ、ああお金が欲しいから幹事は頼んでね。ラジオでよかった今顔は出えへんよほんま。いやでもほんま そこよ。だってさ、あんな何回かしか、2、3回でもっと取れるやろあんなもんっていう価格付けしてるやんか。あ、そうなんや。いや、だって未婚やからね、俺は分からんけど。何やったっけこれ、なんかこういうイメージ出していいのか知らんけど、うん、なんてあの京都の、うん、もうなんか関西しかないのかもしれない、うん、W ウェディングにしとこうか。 WWWW にしとこうか。なんない、ああウェディング、まあ、言うてもうてやけど隠しても隠してもまあこのウェディングドレス屋さんとかさ、もう寺町と京都の、ね、うんうんうん、市場とかの伊藤地にバーンってめっちゃ大きい場所抱えてて、でファーッとこういろんな結婚式場に紹介されて行ったりするやんか。ほなまあ1着15万ですみたいなこと言うわけ。あそこで借りたらね。そうって言っていくやんか。ほなら15万円の3着ぐらいしかないね、下手したら。で、あとはこれはプラス10万です、これはプラス15万ですね、ミニマムが15万 で結局みんなそんなあの15万のパックに入ってるやつなんか借りへんわけ、だそうすると普通になんか30万とか35万とか借りへん、それ買ったなんぼなんて言ったら下手したら50万とかさ、そうか、だもう2回貸したらあともう儲かり放題や。いや結婚式は全部そう、かこつけ、この1回のことやからかこつけで全部さ、あれはほんまでもエグいよね。えその一生に一度ですから、そうね、みんないいやんけど、あれに惑わされたらあかん。まあなんかこの前も、あ、一昨日やだから、うん、まあまあ中目のこれダ・イーサっていう、知ってる？知らない。あの中目結構有名なイタリアンがあるんよ、うんうん、世界チャンピオンになったピザ、うんうん、ザッケローニとかもよく来てる、うん、最近そこデートでよく行くんよ。でワインをグラスで頼むやんか、うん、でまあ、グラスでええんよ、とりあえず。ハウスワインで、それ、美味しかったらまたもう一回飲んだらええし、美味しくなかったらまた違うの飲んだらええし、けど、なんか、パーパーって頼むやんか、前菜生ハムと、なんや、ムール貝のなんやとか、やったら、なんか、あ、それやったら、なんかこう、グラス、あ、じゃあ、ボトルの方が絶対いいですよって言われねんか。なんか、これぐらい、なんか頼むんだったら、でも、ボトルとか、もう結構ええ値段すんやん。5000円とかするやん、最低でも。けど、女性といる手前、なんか、いや、ちょっと別にグラスでいいですとか言いにくいの分かってて、あいつら。じゃあ、それでって言わない。言わなしゃあないやんか。じゃあ、まあ、それでいいですよってさらって言わなしゃあないやんか。なんか、に近いもんがあるよね。なんかもう断りにくいというかさ、もう男同士だったらええで。だけど、なんかまあ、かっこ悪いやんか、どうしても、やっぱなんか。で、言う結婚式もそうやんか。なんか嫁はんの手前さ、いや、お前それ15万でええやんとか言われへんの分かってて、やろ、あれ。なるやん、もう。そうだね、あれだ、またなんかふざけたのが、まあ、披露宴会場とかよくふざけてるプランパックが多いんだけど、要はもういくらまで分はついてますっていうね、あ、それでさっき言ってた健太が言ったみたいに、こう要はバーってあるけど、ええとこのなんてもうそれのプラス何十万とかやし、コンシャスラジオ結婚式の話でいくと、なんていうの、余興、うんうんうん、って、うんうんうん、いらんのんちゃうと思うんだけど。おお、ここに来て。来た。お、言っちゃったね。うん。おお、いや、なんでもと。なんやろ。まあ、この前もあったやん、一回。何？余興の映像を作ろうと思うねんけど。あ、俺が広瀬に聞いた。両君の時でしょ？そうそうそう。相談した、相談した。よう相談するんよ。結局、なんかあの余興って、よ、うん、要あるやん。うん、あの AKB 踊りますとか、女の子が、うんうん。あれはまだセーフやと思うねん。おお。新しいな、あれあれアウトだ。いや、聞かせて、あれはまだセーフやねんけど、なんかあれをでも踊るんを